今日は、はい、なんとトップ集しくじりキャリアです。ホテルで目覚めてワイシャツ着っぱなしで、うん、赤いシミがついてるんですよ。あの有名な整体とか知らない？逆に言うと覚悟さえあれば自分は何したっていいんです。今回視聴者限定で無料で転職相談乗れる機会を提供いたします。ぜひですね、概要欄の方から応募してみてください。数には限りがありますので、お早めに皆様の挑戦お待ちしております。はい、皆さんこんにちは、トップシのタスケです。そうです。オーケーです。ゆうすけです。ということで本日は画角違いますけども新企画です。新しいよ。はい、なになになに。ということで今日はですね、なんとゆうすけくんがどうしてもやりたい企画があるということで。何やりたいの。そうですね、やっぱり企画いろいろやってみたいということで今日は、はい、なんとトップ集しくじりキャリアです。何それ何それ。あいさん、ユースケはしくじり？違うんです、僕は人のしくじりが好きです。どんな企画なのそれは。いろいろなしくじりを経験してきた人にそのキャリアについていろいろ語ってもらうことで僕らの学びにしようっていう企画になってるんですけど、合ってますか？何の質問だよ。最終的には成功してる人を成功してる人の過去のしくじりエッセンスを聞いて何か認証を払うと。はい、だからまあ皆さん結構現職にもやもやしてる方とかなんかこう今までいいのかなって思ってる方いっぱいいると思うんですけど、まあ、そんな経験をした人たちが過去こんなことあったけど今こんなに楽しんでますよっていうのを最終的には見せることでまあいろんな学びを抽出しようっていう企画ですね。そう、これ持ち込みなんですよ。やらせがバレた。ということで、ゆうすけさん、じゃあゲスト紹介してもらってもいいでしょうか。はい、ということで、記念すべき第1回のゲストは、グッチさんです。よし！ラッシュオシャマン！よし！いや、皆さんね、なんかこう、それっぽいこと言ってるけど、うん、しくじり先生だって言うの、パクリでしょ、これ。セットがしょぼい、セット。あ、おしゃる通りです。もう、本当ね、しくじりのエピソードを、だから伝えればいいってことなんですかね。そうですね。まあ、すっごい、あの、出てる側からしたら、気分悪いですよ。うん確かに。そう、今ねこそ大成功されてらっしゃるがしかし、いや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 、過去まだから、いやいや、まだこれからなんで。まあまあとはね、真面目に言いつつもそうだね、まあなんかそういう感じなんでしょ。そうそうそう、はいはい、やりますよ。すいません、すいません。だってもうホワイトボードやったりてんかなと。逆にやればいいでしょ。やればいいでしょ。やる気を戻ったじゃん。一応流れの説明だけ考えしておくんですけど、はい、やっぱこうグッチに事前にこの人生グラフみたいなの書いてもらいました、うん、縦軸がこうモチベーションの変化みたいな、うん、めっちゃ落ち込んでる、めっちゃ楽しい、めっちゃ盛り上がってるみたいな変化で、横軸は年齢で、その中でこうしくじりポイントだったりとかこう人生の転機みたいなのが多分あって、で今に至ると思うので、そんなグラフをまず書いていってもらったので、それをまず皆さんに出したいと思います。はい、はい、こちらです。ドンドン。おお、じゃあこう結構まあ、全体でいくと27歳まで上がってったんだけど28にぐんと落ちてて30上がって31下がって今上がってきてるみたいな。そうですね。今ごめん、何歳なんで。今31です。今31です。これ0どこですか。これ0。これ実は生まれた時から棒グラフで作ってたんですよ。だいぶ遡って記憶にあんの。そう、生まれた時。そしたらネタ明かしちゃうとサスケさんにあのこんないらないからって言われた。コントロールされてる。ちょっとうちキャリアのチャンネルなんでその幼少期なんで誰も興味ないから。なんであのちゃんと言うと0歳が0、うん、あで、まあ、ちょっと上がってったぐらいかな。だから、まあ、数字で言うとじゃあ20ぐらい。20ぐらい。22歳が、うん、スタートから、はい、ああ、20% ですね。プラス 20%。 そうですね。うち名門校出てるよね。確かに超エリートですよね。麻布、うん、高校が麻布高校麻布高校出て、はい、慶応に入りまして、おお、で、僕丸紅。そうだね。ザキラキラ、ザキラキラですよ。ザキラキラ、それが今ではそう。ラッパーラッパー。このチャートを皆さん頭入れていただきながら、順番にグッチの人生をたどっていきたいと思います。そんな感じでやっていきたいと思います。はい、はい、お願いします。じゃあ早速ですが、グッチさん、一番最初のところ行ってもらっていいですか。はい、あ、まあ、ちょっとまあ今言っちゃったんだけど、はい、じゃじゃん、はい、23歳、丸紅入社、はい、社会人デビューです。あー、キラキラ、キラキラ、はい、エリート。これは、まあ、これしくじってんの。いや、これはね、しくじってないです。なるほど。おそらくまあ、慶応大学の時にボート部に入って、うん、まあ、体育会ってやっぱり勝者だろうみたいな、うん、部活をやっていくうちになんかそういう意識にもなって、すっごい浅い感じで日本を盛り上げていきたいですと今こっからですよと、ね、僕は思ったわけですよ。なぜなら大学時代ボート部っていうのは、まあ言葉あるとちょっと刑務所的な生活なんですね。言葉あるそんなハードな。1年間に300日間合宿してますので、結構ボート部の人たちは触れ込みで必ず言うんですけど、月曜日にしか休みがないと、まあ、そうなるとまあぶっちゃけ遊べない
ていう関係だったんですよね、4年間。なんで、あ、商社マンって遊べるんじゃないみたいな。ああ、これ放送できる方法っていう意識で入りました。なるほどなるほど、はい、商社マンっぽいですね。そうですね。で、最初に配属されたのが営業経理部ってところですね。一緒です。そう、一緒、小沢さんで一緒です。はい、まあ、これ何かというと営業部に直接的に紐づいている経理ポジションっていうところですね、まあ、営業部の事業部の数字の管理をするというところです。で、そこに3年間いました、はい、何か質問ある人あんまねえな何回も話してるしね。なんならこの動画でもこの動画以外でも。え、実際にそれ社会人デビューして、はいはい、遊ばれたんですか。そうですね、1年目の時は、まあ、ほぼ毎日銀座に行きまして、コリド、これはコリド街で遊んでましたね。毎日、はい、スナッパー、スナッパー行ってました。テキーラ、はい、テキーラ。今考えるとこれしくじりの一つなんですね。当時はしくじりだと思ってた。今23歳で社会人 1,2 年目の人は、あの、行かなくていいところなんで。そうなんだ。真面目に仕事して、で、あの、勉強してほしいって思っちゃいます、ね。その3年間の中で何かあるの、そのしくじりエピソード的な。やらかしたなこれみたいな。やっぱりお酒のエピソードがほぼ大半になっちゃうんですけど、まあ、火曜日の夜とかに、まあ、相変わらず懲りずにスナッパーに行って、まあ、朝まで飲んでて、で、こう寝ちゃったんですよね、意識がなくなって、酒飲みすぎて、で、起きたら僕は杉並の方の家なんですけど、全然家と違うところの、なんかホテルで目覚めて、で、ワイシャツ着っぱなしで、赤いシミがついてるんですよ。怖い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 、これなんかされたんかなって言ったら、全然傷跡なくて、あ、赤ワインかと。なるほど。完全に酒こぼした、完全に耳でしたと。で、そこ気づいたらよかったんですけど、スマホ見たら、まあ、11時半だったと。平日ね。はいはい。で、着信履歴が250件みたいな。上司、同僚、親、いろんな人から連絡が来てて、あ、これやらかしたなと思いまして、阿佐ヶ谷のアッシュに行って、あの、坊主にしてくださいあ、自らね、それは。そうですね。で、あの、3ミリ、6ミリ、9ミリって言われて、3でって言って3は青いっすよ、ね。まあ、30分ぐらいで切って、そのまま会社行ったんですよ、そしたら、向こうは12時15分ぐらいで昼休みで、まあ、そこにいないって書いてある先に書いてある先に。あ、でも、もう紙ある状態じゃいけなかったんね。いや、申し訳ない。やべえ、落ち着きすぎじゃん。大体ボート部の時の慣習で、遅刻すると全皿って言って、あの、全員分の皿を洗うって罰則があったりとか、で、3回遅刻すると坊主になるんですよ、で、これ3回分の坊主だなって気持ちになったんで、一発レッドみたいなもん。一発レッド。で、昼休み中に行って、そしたら、まあ、向こうからこうランチ帰りの上司と同僚が来るわけですよ。爆笑してるから、じゃがいもみたいな。で、めちゃめちゃいじられて、事なきを得たっていう。うまい。やばい。めっちゃ使いづらい意思決定が。まあまあ、しくじったというか、まあ、できる男のエピソード。いや、違う。それではない。っていう、はい、ことがありましたね。まあ、基本的にそんな感じで、ちょっと酒で遅刻するみたいなのが多くて。これ以外にもちっちゃいのもあったんだけど。そうですね。ちっちゃいのがあって、こう、いろんな人の信頼をちょっとずつ失って。仕事は結構ほどほどにというか、やりつつも、まあ、プライベートも楽しんだ。そうですね。感じだったかな。そこそこ頑張ってたとは思います。次のフェーズ行ってみましょうか。次はですね、26歳なんですけど、まあ、何があったかというと、こちらです。じゃじゃん。トルコ駐在、リンチにあります。やばいっすね、やばいっすね。そう、商社にいた頃かな、トルコ駐在。そうですね、マルベニーにお邪魔してた時に、この人は日本にいない方がいいだろうという判断を取られたのかわからないですが、まあ、語学研修生としてですね、トルコに赴任させていただくことに。4年目して。4年目です。はい、1年間。いさせていただきました。いいね。ここまではいい話で。これはもう羨ましい。ワードですね、本当に。トルコの新規ビジネスとか、そういうところにゆくゆくはね、関わっていってくれたら嬉しいと、ありがたい言葉いただきつつ、トルコに行きました。語学学生って何するかっていうと、まあ、朝9時に語学学校行って、まあ、いろんな外国の人たちと一緒にトルコ語を学んで、昼の1時に終わります。昼の1時からフリータイム。宿題やったりとか、まあ、いろんなとこ行ってトルコの文化を学んだりとか、まあ、といったことを、まあ、1年間してた。それ仕事なんですか。これの仕事をお金いただきながらすごいやらせてもらってましたね。これ商社マン的には結構おいしいポジションなんですか。まあそうだね、再び大学生に戻るじゃないけど、でもあんまり多くはないかな。あ、レアケースね。レアケースで、いろんな国に、まあ、必要なとこにがっつり入っていくみたいな。
意味でかな。結構 MBA とか、うん、あのまあ語学学習とか、はい、まあだから学生の身分でいくとしたらそういったところがあって、うん、まあ普通に赴任で外国に行って働かれる方も多いので、うん、まあ、コースで語研ってあんま聞かないんだよ。確かに営業経理からだって語学いるかって話だよね。そう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 、ね、営業部隊とかだったらさ、うん、実際にその語学使って現地の事業会社で、うん、いやいや、やらないといけないんだけど、本当に本当にいらなかったんだ。4月に赴任になったんで、翌年の4月に帰るってなって、うん、でも3月ぐらいにちょっとこう語学のなんだろう認定試験みたいなのが本番であるんですよ、うんうん、でそこに受かんないと、まあ、ちょっと落ちこぼれの烙印をされると会社で、うん、なんでもう絶対シュシュラインでそこに認定受かんなきゃいけないんですけど、なるほど、めでたく受かったんですよね。あ、じゃあもうこれ日本にも帰れるし、うん、じゃあ営業部隊にもこうちょっとトルコ語受かったんでみたいな感じでちょっと掛け合いもできるという状況でちょっとリラックスしちゃって、お酒飲んじゃったバチバチ飲んじゃって、でトルコってなんか10時以降はレストランとかで外食でお酒出せないんですよね。なんでまあ大体行くところでクラブとかになっちゃうんですよ。だから10時半ぐらいもうベロベロになった時にワインも2本ぐらい開けて、でウォッカとなんかそのトルコのお酒でラクっていう焼酎があるんですけど、それも飲みつつ歩きながらでクラブ行ったら、まあ、ちょっとこういい感じの人がいまして、女性、独身だし、まあ、ちょっとこれぐらいいいだろうと、うん、受かったしみたいな、うんうん、でちょっと話しかけたら、うん、ちょっとボディーガードみたいな人がクラブにいるじゃないですか、セキュリティー、はい、SP に、うん、あの首根っこを掴まれて暗闇に連れてかれてこうちょっとずっと殴られてなんでいや、なんかトルコのクラブってどうやら結構話しかけるとか、うん、ちょっと基本ないんですよ。あ、そうなんだ。だから身内で店に入ってその中で完結しましょうって割とちょっと日本の文化と違う。ジェクシは結構六本木を乗りで行っちゃったから、ね、六本木を乗りで行っちゃったコリドーも乗りで行っちゃった。全然ダメで、うん、でこう身ぐるみも剥がされそうになりつつなんとか帰る。え、ガチでも殴られるの？ガチで殴られましたね。だ鼻の骨も折れて、やばい、奥歯も取れて、やばっ。どういう相手？ちなみにトルコで徴兵制あるんですけど、うん、なんか分かりやすく言うと体型で言うとミノアプロレスラー長州力さん。めちゃめちゃ強い。顔がすごい濃いバージョンで、怖いね。お客さん一人だったんですか？僕とあとボート部の後輩が卒業旅行で来てて、2人トラウマなんですね。トラウマ。1対 2？ いや3対こっちが2で、後輩って一緒にボコられてる。後輩かわいそう。くちゃーんみたいな。でそいつはそいつでその地理感ないし、うん、卒業旅行で来てるだけだから、で僕がこう連れてったクラブだったんで、なんか右も左も分からずスタッと殴られてる。そいつはそいつでトラウマだろうなって思いますし、すげえね、みたいなことがありましたね。ちなみにこれなんでまるで入社からのグラフ上がってるんですか？どういうことなんですか？言い方あるんですか？言い方あるんですか？調子よくなってるんですか？これ一番そこだろ。いやなんかそのこの事件はあったものの、うんうん、この1年間総じてみるとすごいいい経験だったんですよ。海外っていうその異文化で行くことも初めてだったんで、面白い人たちにも出会えたし、うんうん、やっぱちょっと人生観がちょっとだけ変わったかなみたいな、うん、そういう感じになって、認知はあって、認知はそれ変わるわ。これは結構変わりましたね。それってどうやって解放されたの？最後は道にペッて捨てられて、でも悔しかったんですよ。で後輩と一緒にちょっともう一回行くぞ、もう一回いい、折れた状態、もう一回何もなかった客のふりして行こうっつって15分ぐらい耐えてその道でよし行こうっつって行こうとしたらまたあの殴りかけて、でまあタクシーで帰って、まあ、後輩も送って、で翌日肌抜けてることを気づくと。海外で調子に乗るのはあんまり気をつけないです、おすすめしないですね。学びになりました。学びになりました。すごい、もちろん黙ってたんだよね。会社には黙ってたんですけど、歯医者に行くわけですよ、翌日。痛すぎるんで。会社のここなら使っていいですよって歯医者さんに行くんですよ、大体、駐在員って。なるほど。で、そこに行って、お前なんでこんな歯がねえんだと。鼻もなんか曲がってるし、なんかあっただろうってお医者さんに言って、で生半がトルコ語受かったし喋、うん、れちゃうから、トルコ人のお医者さんに対して、うん、あれこれ喋っちゃったんですよ、うん、最近のトルコ人何なんだと、うん、クラブ行ったらこんなことがあって、うん、殴られたんだけど、うん、
ったら、いやお前それは殴られるよわっかかって言われながら歯埋めてもらったんですけど、うんうん、その話が全部カルテに書かれてて、会社に報告されてて、帰国してから人事部から怒られる。なるほどね。拾いたい。生きててよかったですね。いや生きててよかった。生きててよかったっていう、はい。だから上がってるんですよ。3つ目いきましょうか。はい、3つ目はですね、27歳、はい、こちらです。丸紅退社、失業保険で暮らす。一気に落ちてるように見えるんですけど、また上がってるんですよ。これはしくじり先生っぽいけど、そうだね、これはちょっとそうですね、まあ、ちょっとトルコから、帰国してきて、まあ、営業部に配属いただいたんですけど、まあ、ちょっとやっぱり人生観変わったっていうのもあったりとか、まあこのままこの会社に行っていいのかみたいな、それは別に会社がどうとかじゃなくて僕の人生としてどうなのかっていうのを考えて、8月ですね、帰国が4月だったんで4ヶ月ぐらい東京で働いて辞めました。あ、結構早いですね。結構決断してから早かったですね。突発的に辞めた感がすごいあって、次何しようってつながりを作る前に辞めたんですよ。とりあえず辞めた派。なんで辞めたのそれを。次の選択肢を作ってから辞めても、今の自分の抱えてる感情って変わんないなと思って、とりあえず辞めて、ゼロベースに戻った方がいいと思ったんですよ。おー、勝者の年収あって知事があって、それを一気にパッて捨てたんです。そうですね、もうおっしゃる通りで、辞めてから、まあ、1年間ぐらいフラフラしてたんですけど、3ヶ月かな、これ失業保険が出るんですよ。ハローワーク行って自主退社でやりました。なんでやるんだろう、いや、あのちょっととか言って手続きがめんどくさいんですよ、いろいろ。その失業保険もらうにしても、じゃあその間に就職活動ちゃんとしてますかっていう確認を毎週やったりとか、まあ、ちょっと後悔じゃないけど、もし次辞めようと思ってる方いるんだとしたら、あの次の選択肢考えとくのがいいです。絶対よく聞く。結構教科書の1ページ目ぐらい書いてあるんですよ。転職の教科書で言うと。でもなんかどうしても辞めたいってタイミングがあると思うんですよ、例えば次の会社が、いや4月まで待ってくれないとちょっと準備できませんっていう会社があった時に、秋口に辞めたいってなったら、それはもう辞めていいんじゃないかなと思うんですよ僕は。間が空くことは問題じゃない。無駄にだらだらその今の会社でやってるより結構ほどいいと思うんで、いやってことは1年間フリーだったってことですか。そうですね、1年間フリー。何やってたんですかこの間にですね、いろいろあって、まあ、大工のバイトとか、知り合いの会社の経理のお手伝いとか。大工のバイトはなんか面白そうだったんですよね。なんか大工って家作るじゃないですか、あの土地さら地から家ができるわけですよ、だからその間にいろんな人が関わってるんですけど、なんでどうやってんのって思って興味持って、そのなんかわかんないけど、ある知り合いきっかけで、まあ、多分飲み屋かなんかなんですけど大工さんにちょっと弟子にさせてくれって。大工行ってました。3ヶ月4ヶ月すごいですね。ガチで木材運ぶ大工。あ、そうそうそう、材料運んで、あと石のなんかね、なんか板みたいなのあるんですよ、15キロ20キロぐらいあるの。それをこう2枚とか3枚とか運んで、だって当時のフェイスブック投稿は基本的に大工の仕事やってたからね。すごい、セカンドキャリア大工。勝者から大工。勝者から大工。その頃に YouTube やっとけばよかったなと思って。ああ、そうです。ああ、時期的に。確かに、そのおもろかっただろうね。確かに。当時やったら。っていう、あの、反省ですね。貯金はあったんですか？なんかやっぱ必要保険だけど暮らしていけんすか？ 1 年間。ああ、いい質問ですね。貯金は、割とちゃんと真面目にしてた方だと思います。ああ手放しに浪費してたわけじゃないっていう。あ、だから当面1年間生活はできると。まあ駐在もあるから結構そこでみたいな。そうですね、結構ためさせていただいたので。まあでもやっぱり、あの失業保険だけで暮らせないんで、貯金を切り崩しつつでしたね。まあでもバイトもしてたんで、それなりな感じでした。この期間はさ、チャート下がってるけど、はい、やっぱこう大工とかいろいろ試しながらも、はいはいはい、やっぱこうあんまうまくはいってなかったっていう感じなのかな。そうですね、やっぱりあのちょっと人生なめてたっていうか、その新しいことを始めるってそれなりに苦労がいるっていうことに気づけたじゃないですか。不安はなかったんですかね。多分視聴者もこれぐらいのこの年代でこういうキャリアなんていうか結構多いと思って、はいはいはい、こういうなんか踏み出し方できないと思うんですよ。めちゃくちゃ不安。ぶっちゃけ俺めっちゃトンカチ叩いてるけど、俺なんだよ。俺人生どうしたいんだっけって思う。目の前のなんか木と木をつなぎ合わせるんだけど、俺なんでこれやってんだっけって8時間ずっと考えながら千葉県行ったりとかいろんなところ現場行ってやってました、ね、次何やろうかなってことを考えずてるわけですね。そうですね、まあ
そのなんか組み立てるみたいなのは、まあ、結構面白かったんで、うん、いいか面白いか不安だけどいいやん。じゃあ今もしその年齢に戻るんだったら、はい、どうやって会社を辞めてどうやって暮らすと思う。おしくじるっぽい。今だったら今回視聴者限定で無料で転職相談乗れる機会を提供いたします。ぜひですね概要欄の方から応募してみてください。数には限りがありますのでお早めに。皆様の挑戦お待ちしております。てかやめないかも。先のね。いや今だから、まあ、会社経営とかまあ一応してて、そのまあ上の人っていうか、そのお金を回す人の、うん、その考え方ってまあちょっとでも分かるわけですよ、うん、なんかこういう意識で言ってたんだこの人、ただ理不尽なこと言ってたんじゃないんだ、あ、それなりの事情があって、うん、下っ端に言ってんだなみたいな、なんかそこら辺が分かるんで、もうちょっと貢献できたかな、うん、経験積んでもよかったなみたいな。そうですね、結構特殊ってやっぱ転職して成功した人の話ばっかだから全部ポジション取ってみたいな、リアルなところでもうちょい行った方がよかったなみたいなのがあるんです。そうそう、ただ居続けたとしてもその感覚にはなったかは怪しいんで、あー、ちょっとそう、今の自分がそのまま戻ったら、うん、やれないかなって感じ。じゃあ、グッさん、続いては。はい、28歳なんですけど、生態図鑑作成します。わかんないわかんない。大変だわ。あの有名な生態図鑑知らない？わかんないわかんない。マジで？わかんないよ。かの有名なね。かの有名な。はいはいはい。どういうもの？これ何かっていうと、うん、まあ、自費出版で作った本なんですけど、うん、新宿2丁目のニューハーフとか、パワーワード出してきたな。そこからですね、呪術つなぎでこう変態さんとつながろうっていう、会がありまして、ね、でその人たちの話を記事にして本にしたら面白いんじゃないかって言って、確かに面白そう、ね、今会社をやってる相方とですね、うん、本を作ったんですよ、そのプータロー時代に、うんうんうん、で作ったのが生態図鑑、うん、じゃあ、まあ、変態の生態、変態の生態、基本的には、基本、まあ、でも結構真面目な人もちょっと変態って意外といなくて、うん、本作るために、まあ、10人ぐらい人だったんですけど、うん、うち4人ぐらい結構真面目な、変態6人しかなかった、変態6人しかなかった。その図鑑の中にグッチは載ってない。僕はインタビュアーとして載ってます。パーソナリティで載ってて、まあ、ちょっと印象的だったのは、そのニューハーフの人が紹介してもらった人で、ドロマニアの人がいる。ドロマニア、ドロマニア、いろんな有明の干潟とか、うん、いろんなところの泥を囲まれるっていうか、囲まれる泥に埋もれに行くみたいな。泥が好きで、そうで、近くの田んぼに、うん、入ってって、うん、そのいい泥だって見てたら、うん、その田んぼの所有者の人に通報されて、うんうん、そうだ、一回ちょっと執行猶予みたいな。でしかもちょっと立ち悪いのは、その除草マニアでもあって、うん、助走をした上で泥に入るっていうのがもう最高なんです。そういった2人分だよ。あとはね、このチャンネルでも言ってるじゃないですか、掛け算だとっていう人とかを、まあ、記事にしてましたね。 YouTube でやんなかったんですね。いや、ちょっとやりたかったんだけど当時全然わかんなくて、まあ、とりあえず本にしようって、ちょっとウェブのブログみたいなのもあるんですけど、まあ、本にしようっていうので、まあ、クラウドファンディング自費出版、やりましたね。非売品です。アマゾンとか言ってないの？アマゾンで言ってない。買えねえじゃん。どうやって出してんの？誰も手に入らない。一応それビジネス目的だった。そうそうそう、いや全然なんか作りたかったから作った感じ。ちょっと興味あることを単純にやろうっていう。うん、すごい。まあ、多分病んでたのかもしれないんだけど、うんうん、こう自分の行きたい方向ってなんだっけ、分からなくなったがゆえに。うん、単純に興味あるってだけで、もうお金とか度外視して、やってみようって言って、2人で行って、うん、1年間の期間ですもんね。本当にやりたいことがやれたということなんだね。そうね、ちょっと遅れた青春取り戻したみたいな感はちょっとあります、ね。でも作ってる時楽しそうですね。楽しかった、やっぱり。もう本当100回ぐらい構成したりとかして、2人で話しながら、うん、こうした方が面白いよとか、誰も見ねえのに。ひまいいですよ。なんかすげえ頑張ってたな。はい、これは割といい、はい、上がってる方。あ、これ上がってる話。これ一応上がってます。上がってる。上がってる。チクチクってんだから。タイトルだけで判別がつく。上がってんだか上がってんだか。普通の感覚じゃないかもしれない。そう、ここが多分あれだね、ボトムで、もうここから上がってったんだね。この生態図鑑きっかけで上がってたんだね。そういうことです。うん、今振り返るとさ、その生態図鑑って、はいはいはい、今グッチがこう自分がやりたいこととか、うん、なんかこう自分探しの旅の一環として取り組んでたプロジェクトの一つだと思うんだけど。はい、その今もしその28歳、うん、27歳とかに戻った時に、うん、改めてこういうのってやるべきか
やらない方がいいかというと、いや、どう絶対やった方がいいと思ってて、あ、よかったよかった、多分それぞれ、あ、よかったよかった、何後悔してたの、不安とか全部やんなみたいな、そろそろ欲しかった、やることで生きていくさ、地形かなと思ったの確かに意外と真面目みたいな、いや、なんかあのちょっと人生観みたい な話になっちゃうんだけど、うん、人それぞれ多分プチ後悔とか、うん、ちょっとしたコンプレックスみたいなの多分あると思ってて、それって戻って解消するしかないと思うんですよ、うんうん、なんか例えばじゃあお金めっちゃ稼いだからいいやそういう話でもなかったりとかして、うん、そういう人それぞれなんですけど、だからどこ年は関係なくてどっかのタイミングでそれを一回振り向いて向き合った方がいいとか自分とで思ったんで、はい、うん、なんかその他の欲求お金とかそういうので満たすんじゃなくて一回戻ってそのものやりたいことをやるみたいな、うん、多分その方がその自分の人生としてはプラスに向くんじゃないかなっていう気がしますね、うん、はい、当時グッチと特集の前のチャンネル勝者チャンネル時代に撮影した時にグッチはこのことをね、うん、ゼロリセットという概念で、かっけえ、そう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 、わざねえ、一度自分の人生ゼロにリセットしようみたいな、その意思決定がこの頃のお話、なるほど、うん、そうそう、ゼロリセット、今やると恥ずかしいけど、ちょっと交換ぐらいはつけて、下がってる時こそゼロリセット、ゼロリセット、そうね、うんうん、でちょっとあのタイトルもゼロリセットって、ゼロリセット、ゼロリセットって。ゼロリセットみたいなイメージが一気にもう一回ゼロリセットしたゼロリゼロマイナスかもしれないマイナスになっちゃったということで、はい、面白くなってまいりましたが、はい、続いては大丈夫かな、はい、30歳ですね、うん、30歳じゃじゃん、はい、アニメ業界に、はい、おー、突然キャリアチェンジのまま半端ないもないでもなんかまともに見える不思議というか生体図鑑とかリンチとかさなんかパワーワード比べたらなんかそうですね、うん、ちょっとあのヤンキー子猫の法則って言うんですけど、うん、あのちょっとあの変な人が例えばまともなことやってるとすげえまともに見えるみたいな、あそういう人生かけてそれを狙ってるみたいなありますね、今日は興味してますね、アニメ業界入りました、その1年があってアニメ業界に、そうですね、転職なんですかねこれは、一応その会社を経営しながらアニメ制作会社の社長さんのところで手伝ってるっていう、あの、まあ、出向みたいな、はい、感じです、まあちょっと飲み屋で出会った社長さんすごいですね、あの、さんとかなんかどんどん世の中増えてくるんですよ知らない人が気づいたらそれで朝になってて時間足んないんですよ、で5時ぐらいになったらクラブ行ってくるまあ、あの人のつながりであるご縁でですねアニメ業界に入るきっかけを得まして、うん、制作進行って、まあ、調べたら分かるんですけど、うん、まあ、そういう仕事のポジションについてアニメを作ってます、した、うん、はい、会社経営と結構並行しながら別で、そう、別でやってました、自分でクリエイターとして書くとかじゃなくて、じゃないです、プロジェクトマネジメントをするような、そうです、はい、そんな形です、そういうことです、経験できるんですか、あの制作進行っていうのはクリエイターさんをマネージして、うん、まあ、そのスケジュールに合わせていい作品を作っていくっていう仕事なんですけど、まあ一番下っ端なんですよ言葉で、うんうんうん、なので、全然あの未経験でもできる、あ、つながれてつながりさんでやってほしいみたいな感じで、そうそうそう、ただあのやっぱり給料とかはこれ結構業界の問題で、岡田斗司夫さんのチャンネルとかでもよく言ってるんだけどすごいあの報酬が安い、あ、安いって言われてるんですよね、で結構そのアニメが好きだから入るとか、うんうん、アニメが作れるんだったらそれだけで大丈夫ですみたいな人たちが結構多いんですけど、まあ、僕全然そのアニメ特に好きではないんですけど、あの、まあ、やってよみたいな言われたんでちょっとやってみようかなっていう、すごい軽い感じでやってみてました、そんな軽い気持ちでどんどん転職ってできるんだ、確かになかなかできないことだけど、グッチにしかできないキャリアアップって、うん、よく分かんなくて自分の中で、うん、確かにその業界の中での例えばじゃあ制作進行ってポジションがあって、デスクってその制作進行をまた管理するポジションみたいなのがあって、そのデスクの上にプロデューサーってポジションがあったりするんですよ、うん、だからそういう意味でのステップアップみたいなのはイメージできるんだけど、その転職しながらのキャリアアップって僕の中でちょっと難しくて、うん、じゃあ何のスキルを得ればいいんだって、結局新しいスキルを得るしかなかったりとかすることも多いと思うんですよね、まあ、もちろん自分の今持ってるスキルを深掘りしてもいいんだけど、うん、なんかそこは人それぞれ
かなみたいな。自己肯定みたいな。しくじらないよね、はい。すごいよね。経理から始まってるからね。そう忘れちゃった、忘れちゃった。経理の大工のアニメの。そうですね。でも真面目な質問してみると、なんかスキルはこう身につくような環境だったの、これは。結構関わる人間が多くて、アニメーターさんでいうと、その持ってるとやっぱ30人40人描いてくれる絵を管理して、うん、なんならその描いてくれなかったりすることもあるから、うん、描いてって頼んだりとか、でそれをこう監督とコミュニケーションによってこう調整していくみたいな。だものすごいやってることはもうどこかの企業の部長さんみたいな、うんうん、管理職だね、管理職ですね、なんだけど、アニメ業界の中ではもう一番下っ端みたいな、お前これやっとけみたいな、雑用多いみたいなポジションではあります、はい、そこも何を目指したんですか、その時。いや、なんか、まあ、一応先見てて、まあ、今自分のやってる会社が広告というかマーケティングとかイベント広告とかを会社経営したりしてる会社なんで、そこと、まあ、アニメーションってちょっとこうシンクロするんじゃないみたいな、なんとなくぼやっとしたイメージがあって、それをこう掛け合わせていければいいなと思ってアニメ業界に入ったのもありますね。実際アニメに入って、はい、会社とのシナジーは、いや、ちょっと見えてきた感じがあって、お、はい、ちょっと新サービス出しちゃうかなみたいな。ノリがその時にはぜひまたご出演いただきたい。確かに、いや、実はですね、次にあるんですよ。ありがとうございます。次行きましょう。いいところで、はい、ということで、いよいよ最後ですが、どうでしょうか。はい、まあ、今31なんですけど、うん、まあ、現在ということで、アニメーションストック。お、ストック。アニメーションストック。開始しました。アニメの経験が生きてるっぽい名前ですけど。感じですよね。ストックって何ですか。写真とか、うんうん、ビクスタみたいなやつ。うんうんうん、あれ の, アニメバージョンみたいな。フリー素材みたいな。ちょっとアドビストックから落ちてる感じ。あ、そうっす。あんまり言わないようにな変なバッグ置いた感じなるほどね。アニメのなんかイケてる素材を食べておく場所みたいなことですか。そうですね、今僕がさっき言ったアニメ制作っていうのはテレビで放送されるようなものだったりして、うん、そこの権利っても出版社にやってるとか、うんうんうん、まあ、いわゆる制作委員会っていうところに帰属してるので、うん、そこの素材は使えないんですね、はい、なのでもう完全に僕らで、僕の会社の方でアニメーターさんにお願いして、ちょっと15秒ぐらいの動画作ってください、うん、お願いして、でそれをこうちょっと広告でアニメを使いたいっていう会社さんがいたら、うん、そこにこうちょっと提供すると、うん、まあ、いうようなサービスですね。モデルもサブスク系とかそんなイメージ。いや、一応売り切りなんだけど、うん、著作権はクリエイターさんにあるんですよ、うん、で販売代理権を僕らが持ってて、それ企業さんが使っていただくっていうサブライセンス的な形で今やってるので、まあ、いくらでもその素材はいろんな会社で使っていいよっていうことですね。なんで急に出てくるワードがサブライセンスだ。ビジネス用語で急になんか変容変わりました。いやいやいや、パパラピーパパラピーだよ。笑った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 。そんな感じで、はい、ちょっとやってるんで、もし興味ある人がいたらホームページ見てもらって、ググれば出てくるよ。ググれば出てきます。オーケー。英語で英語で、ね、英語で。どうですか、これまでのマルメニとかのざーっと経験生きてます。ですね。どっちだったらいいんだろう。生態図鑑作って。生きてる生きてる。生きてます。生きてる、うん、生きてる。具体的に言うと、うん、少なくとも経理だったんで、うん、経理部でいろんな人、会計士の人とか、うん、今や昔だけど上司の人とかに、うん、そう教えてもらう内容っていうのは全部生きてます。はい、一応経理。やっぱりキャッシュフローとか、まあ、そういったところに商社の転換期でもあったん で、うん、でやっぱりキャッシュないと仕事ってできないね、投資ってできないねみたいな、うん、崩してるあえて話し方崩してるから。いいんだよ、いいんだよ、本当の口出してもらっていいんだよ。真面目口。 PL 上良くてもキャッシュは話にならないんで、企業価値あんまないんで。なんでそういう感覚を身につけられたのが良かったですね、うん、売上があるからいいわけじゃないんだぞっていう、うん、PL 大事だよね。 PL も大事、キャッシュも大事、キャッシュも大事、イビッターも大事だよ、ね、イビッターも大事。めっちゃ急に経理、経理が、その話については経理知識クイズ動画を見てほしい。あー、昔としたな。昔エクセル王決定戦みたいなやつもうやったし、2年前とかですかね。経理はまったね、奥さんがもう
超強かったな。違う。直すとあれですもん、飲み行ってる間に勉強してた人ですよ。あ、そうそうそう、確かに。商社時代に。そうか、俺とって。あ、飲み行ってたんですよ。どこ移動とか。俺だってスナッパー1回ぐらい通ってた。会社の同期でしょ。帰って薬やつでしょ。まあ、そんな感じで。はい。なんか、何か成し遂げたいことがあって始めた的な感じなのか、はいはい、それともこれもやっぱなんかいい話があって始めたのかみたいな。あ、いい話で言うと、うん、そのアニメ業界でやっぱり予算がどうしてもこう、うん、足りな末端に来れば来るほど作業者になればなるほど予算が少なくなってって、うんうん、アニメーターさんってなんかすげえどうやって食ってんのみたいな人めちゃくちゃ多くて、でその業界の世界をちょっと壊したいなみたいなのはちょっとありましたね。ちょっともうちょっと自由な発想で自由に作れる環境を整えようよみたいな。それは並行してやってたアニメ業界の経験で思ったみたいな、はい、そうですね。結構みんな大変な思いして、うん、なんか言葉で言うとみんな不幸になりながら作品作ってるみたいな。何みたいな。結構アニメ業界の人は分かってくれると思うんですけど、めっちゃいいやつ。めっちゃいいやつじゃない。そういうところを変えていければいいですね。のはあります、ね、起業家っぽい。でもなんかよく言われますね。今それこそクリエイターとかさ、うん、なんかそういう人たちがこうフィーチャーされる時代にようやくなってきてて、本当になんかまさにこう技術、ブロックチェーンとかさ、うん、NFT とか、あのあたりがこうクリエイターを支援する方向に向いてるから、うん、今こう参入するタイミングとしては、うん、ちょっとね、NFT の知識を今勉強中なので、どうサービスに組み込むかっていうのはわかんないんだけど、あ、ね、まあ、ゆくゆくは、うん、まあ、やっぱりね、とっつきやすいもんね、お客さんからしたら、うん、これまでのこう話を踏まえると、こうグッチってさ、うん、こう自分の気持ちが向く方にこう、うん、そうね、旅人のようにキャリアを変えてきたっていう話だと思うんだけど、はい、うん、いわゆるそういうふうにこうご縁とかを大切にしながら生きていく人生と、うんうん、人生あるいはキャリアと、はい、なんかこう演劇的に逆算型でここを目指してこういうステップ踏んでいくキャリアっていうのは、はい、こうどっちがこう魅力的なんだろう、グッチにとって。僕にとっては前者で、感覚で生きてって、うん、なんとか生きてる方が多分楽しいし、うん、幸せだと思うんですよ。それはもうそれをやった今によなってもそう思うんだ、うん、なってもそう思いますね、はい、まあ、行き当たりばったりでいいと思ってるんで、はい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 、なんとかなると思ってるんで、でその逆算がうまいのはやっぱり僕の今の会社の相方なんですよね、うん、でそこが結構、はい、真逆のタイプで、僕が結構感覚で行き当たりばったりでぶつかっていっちゃうんで、うん、そこをこうちょっとできるだけ障害物を逃してあげようってやってくれてるのが僕の相方なんで、うん、まあ、そこはいいバランスかなっていう感じがするんですけど。麻布の時は同級生だっけ？大学の同級生。うん、でも、まあ、あと一つ、まだこれ全然手もつけられてないけど、うん、やりたいことで言うと、うん、山買って、うん、変なこと始めた。引きこもりの人たちをそこに住まわせて、うん、ちょっと村にして、うん、ちょっと経済圏作りたいっていう。引きこもり経済圏。またあれですか、飲みの場でなんか感動したんですか？そう。なんか飲みの場で漁師の人がいて、害獣駆除の人なんですけど、その人がなんかまた片手間で雨水を水に変換するっていう機械を下ろしてる会社があって、そこの会社がこうモデルハウスみたいな千葉県の山に作ってて、でいろいろ話聞いてたら、え、山おもろそうみたいな。でなんか開けた土地みたいなのもちょっとあるから、そこにちょっとまあ家とか建ててちょっと住まわせて田んぼとか耕させて、うん、でまあそれなりの量でいいですよ、食うもんは、うん、でなんか普通にネットで仕事してもいいですし、そこは、うん、っていうコミュニティ作りたいなってちょっと思ってるんで、うん、協賛する方いるし10年後にやるんだよ多分。ファーストキャリア総合商社の方とは思えないよね。グッチはなかなかいないよ。そうね、なんかやっぱ総合商社の時いたら、はい、こう30、40ってなってやっぱお金も高いじゃないですか、うん、業界って生活も安定してブランドもあってモテるしみたいな、うん、なんかそういったものになんかこだわりみたいなもう途中からなくなったみたいな。ないっすね。なんか結構紋切り型のトップダウンの仕事の仕方ってもうちょっと嫌で、うん、やっぱボトムアップでこう自分で作っていくような方がやっぱちょっといいかな、楽しいかなって思うんですよね。大変だけど、うん、多分大沢さんとかよく分かってくる。いやいやいや、グッチさんには叶わない。ボトムアップのなんか成功例確かに。ボトムアップ違います。とんでもないとんでもない。いや、まあ彼を参考にしてください。これはもうなんか酒飲みながら見ていただければ、はい。ということ
ということで盛りだくさんの内容でしたが、ありがとうございます。面白かったですね。うん、面白かった。よかったよかった。よかった大丈夫このチャンネル大丈夫か大丈夫じゃないか視聴者向きグッドボタン押してくださいということでじゃあグッチちょっと結構長い内容になってるんで、はい、まあ、ちょっとしくじりポイントまとめてもらってメッセージもらえたらと思うんだけど、はい、しくじりポイント、まあ、今回の要点はこちらです、うん、行き当たりばったりは楽しい、うん、けど覚悟は持ってくださいねってことです深いね説得力が半端ない深いマジで逆に言うと覚悟さえあれば自分は何したっていいんですよ。すごいなんかね、東大出て頭いい人って官僚とか大企業とか外資系とか、それなんか選択肢が逆に絞られてるのってすごい貧しいなと思ってて、すごい悪口言ってるけど今、それに限らずいろんな、まあ、学歴とかの人もたくさんいろんな人いると思うんですよ。高校出てる働いてる人とかももちろんいると思うし、なんかあんまり自分の枠にこだわらず考えてはほしいけど、うん、それなりに覚悟を持ってね、自分で選択してんだよねっていう深いな、これいいメッセージすごい重かったよ確認しようかないいね確認家族いねえだろまあ、そんなクッチもなんか、はい、最近なんかやってるんだってそうですね、うん、先ほど申し上げたアニメーションストックっていうサイトに、まあ、5万円で簡単にできちゃう動画アニメーション広告っていう、なんかその素材を売り出してるので、もしよければご覧になってください。詐欺商材じゃない大丈夫消してるさ、先が先マルチじゃないコメント殺到とかやるよ飲み会に呼ばれまくるじゃあ概要欄にそれ貼っておきますはい、お願いします、はい、ということで、現在特集でも今無料でケアラ相談を引き受けておりますので、まあ、今日もグッチの話を聞いて、うん、なんか現状変えてみたいとか思った方はね、ぜひ気軽にお声いただければと思います、うん、で、現在その無料で公式 LINE もやっておりまして、こちらでは普段動画で出してないような内容とか、まあ、いろんなね、こう転職対策の特典とかも手に入りますので、ぜひ登録いただければと思います。これ無料です。そしていやー、もう宣伝とかどうでもよくなっちゃう俺はもうまたグッチに会えて嬉しかったいやー、ほんと嬉しいよ、俺も久しぶりだもんね。グッチみたいな人に正社員になっていただきたいよね。ああ宣伝かい。10年後宣伝しよう。我々のミッションに共感いただけるよね。やっぱ作る人を作るっていいミッションだし、うん、やっぱなんかね、グッチが我々のこのチームメンバーの中にいたら我々すごい嬉しいの。あ、ここここ何ヘッドホンで何趣旨変わってきた。俺普通に投げるからさそんな甘い言葉言ってた。気をつけた方がいい。引き当たりますね、入っちゃうからそうだね、気をつけた方がいいね。次の回からそこいるからまあね、覚悟があったりよね。そうだね、そう、覚悟はね、うん、まあ、でもあの今日の話すごい良かったと思うんで、このキャリアも面白いですね、うん、まあ、どこで働こうが自分でね、その道正解にする覚悟を持とうと、そういうことです、いう話に尽きるかなと思いますんで、ぜひユースフルで覚悟を持って働きたいと思う方はぜひ概要欄の方応募してみてください。ということで皆さんご視聴いただきありがとうございました。それではまた皆さん次回お会いしましょう。 See you next time. バイバイ。今回視聴者限定で無料で転職相談乗れる機会を提供いたします。大手からベンチャーまで幅広く300名以上支援実績のある優秀なコーチングスタッフが担当いたします。20代から30代で転職に挑戦してみたい皆様が対象になっております。転職活動の進め方がわからない、現職にモヤモヤしている、転職に興味あるんだけど自分のスキルに自信がない、このチャンネルに出てくるゲストみたいなキャリアが歩みたい、こういった思いや悩みを抱えている皆様はぜひですね、概要欄の方から応募してみてください。数には限りがありますので、お早めに皆様の挑戦お待ちしております。